6番のプレイヤーは発言してください。まあまあ、人外人への、ね、常に最後圧迫されると右脳で喋りますわね。2番さんに関しては私のクレオソ、5番さんに関しては6級でつながるロジック、2級でつながるんだったら私は強靭で出る意味をゆっくりとロジックを組んで喋ってくださいよ。私は言ってるじゃないですか。私が強靭だったら、人外だったら、8級がカリカリ出ている状況で、なぜ私が出てくるのか。2番と5番がどちらか真確定している状況で、なぜ私が人外で全人外露出の盤面を人外で作らなくちゃいけないのでしょうか。まあまあまあ、楽しい一戦目でしたね。うん。頑張っていきましょう。あ、隣に女いるぞ、ゆうき。まもなくゲームスタートです。ゆうき、隣に女いるぞ。身分を確認してください。ゆうき。7番。ほら、1。のプレイヤーが発言してください。ほら、なんか来そうな予感したんですよね。ほら、1。ね。うん、まあ、1人目なんで考察は特に落とせないですけど。そうですね。まあまあ、勝ち負けより楽しくできればいいんじゃないですか。まあそうやね。それが大事。勝ち負けも重要ですけども、それ以前に熱くならずに、暴言吐かずに、楽しくやりたいですね。暴言吐くっていねえけどな。なんかおかしい。まあ、僕の一人目の発言なんで、皆さん、自己防衛しっかり考察を落としてくれないと、僕、色を落とせないんで、後半1はしっかり落としていってほしいかな。入れたね。それぐらいですね。はい。8番のプレイヤーは発言してください。はい、指名よろしくお願いします。占い師です。ランダムで2番さんが白取ってました。把握お願いします。ランダムで2番さん白ね、把握お願いします。占い師の時あんま芯取れないんであれなんですけど、役はまあ盤面によってだから2周目でいいかなと思って、で、村の人に対しては、しっかりと、どこが白くて、どこが黒くてとか、印象でも変えてほしいなっていうのと、そうだな。あと、あんまりなんかこう、なんだろう、失言っていうか、うんって思うのをやめてほしいかな。どっか白置きできれば、結構強いと思ってるから、で、黒見つけたいと思ってるし、かな。あと、なんだろうな。まあ、対抗出てきたらそこが、進化、強化、老化。が、はっきりと精査していきたいなと思ってる。まあでもそこであんまり時間かけたくないなと思ってるかな。くらいです。以上。9番のプレイヤーは発言してください。発言してく。はいはいはい、おはようございます。仕事特にございません。7番さんから始まって、8番さんが、2に白と把握しました。発言してく。今のところ8番さんに関して、特に、新感情を、偽要素を拾えてません。はい。まあ、盤面が固まってから、占い精査についてバチコリやっていければなと思っております。はい。で、7番さんに関してなんですが、まあ、2周目期待値っちゃ2周目期待値なんですけれども、なんか、他のことやりながら、やってんのかな、このゲームに集中してほしいかなって思ったり思わなかったり、まあ他のことやってたらね、同じヘコでやってたとしたらですよ。はい、それぐらいですかね。はい、あ、エピさん最近来ないね。1番今年になってから来てないかな。来たかな。発言してください。よろしくお願いします。相棒来てないね。そうですね、8番さんが2番さんに白で、7番さんに関しては、まあ、時間がないので、もう2周目でいいと思ってます。9番さんに関しては、明確に釣りたいかなっていう感情が芽生えています。9番さんって8番さんに対して、新感情も偽感情も拾えなかったとか言ってるんですけど、8番さんって対抗を真、いやいや、強靭か狼か、みたいな、8番さん。ちょっと失言チックなこと言ってるの、9番さん聞き逃してるんですかね。あ、どこの配信でも見ない?で、さらに8番さんっていうのは、村は出現しないでくださいとか言ってるんだけど、その後に8番さんが出現チックなこと言ってるんで、さらに8番さんは村に対して出現しないでくださいっていうのはどういう意味なのかな。村が出現することなんてあるの、まあ白いね、例えばどういう場面で村が出現することってあるのか、ね、取らなくちゃいけないとこ取ってるよね。あんまりそれが想像できないんで、8の神明ってあんまり追ってないんですよ。まあ2周目聞きますけどね。必ず突っ込まなきゃいけないとこ突っ込んでるね、読み。のプレイヤーは発言してください。お願いします。占い師なんですけど、8番さんに白刺さってるんですよね。ってことで、8番さん強靭ですね。
そうですね。占いに関しては、そうですね。駒を2勝だった場合は、まあ、千味でお願いします。で、そうですね。まあ、1番さんが言ってたんですけど、9番さんは結構、把握漏れっていうのがあったのかなと思って、9番さんに関してはちょっと気にはなっております。まあ、2周目聞いてみても、それだったら釣ってもいいんじゃねえかな、ぐらいかなと思っております。現状1番さんに関しては印象がいいかなと思っております。はい。ってところですかね。まあ、8番さん強人なんで、まあ、この2勝だったら、まあ、グレーセサ、グレーに虹色いるということなので、はい。ちょっとね、3から7もちゃんと聞いていきたいかなと思っております。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。順番にね、精査していきたい。7番さん、そうです。村、あれあるんですか？村にあるんですか？ねえ、楽しくしっかり考察して、別に、怒ってるわけじゃないですけど、7番さんに。うん。まあ、2周目なんですけどね。トップバッターなんで、用意しといてくださいよ。8番さんはね、僕ね、1番さんが言ってみたいなところ、ちょっと取れなかったんでね、申し訳ないですけどね。ほんと、まあ、捏造なのか本当だったのかね、わかんないですけどね。新名取れないんでっていう発言いらないですからね。で9番さんいたって動かす気あんのかなと思ってね、特にない。盤面揃ってから。いや、一周目からきっちりやってくださいよ。ちょっとよかったのはね、うん、他ことやってるのかな、7番さん。うん、まあ、考察なわけないんですけどね。はい。一番さん、まあ、動かそうという意識が感じるね、逆人がやったら怖いかな。二番さん、もう、8番さんもですけど、役の進行いいんすかね、僕言った方がいいっすかはい。狩り潜伏してください。ただ僕が狩りじゃないとは言っていません。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。ちょっとね。一番さんで気になったのは、僕も八番さんの出現っていうのは拾えてない、なかったんですよね。そこで9番を釣り押すっていうのが一番よくわかんないですね。9番が八番さんのそれを拾ってなかったからですかね。ただ8番の、村は出現しないでくださいっていうのには僕も引っかかりましたね。8番、2番だった場合、今のところ2番の方が神明ですね。盤面上ね、盤面上。2番が強人だった時に8に白を打つメリットがないんで、無駄利しかないんで。で、ちょっと釣り位置に上げたいのは3番ですかね。なんか役っぽい動きしてるけど、人外でしてる可能性もあるんで、3番さんは。5番。のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。小前金子ちゃんです。占い師です。あ、8番白。あのね、内目線が一番しっくりきてるの。一番見えるのね。しっくりきてるじゃん。一番見えるのね。8番巨人、2番狼です。はい、8番巨人、2番狼ね。4番さんって3番さんのことを釣りたいって言ったけど、役っぽい動きをしてる。3番が役だとは思わなかったの。その発言、4番さんが役じゃなかったら、してはいけない発言だと思うから、4番さんは役か人外ね。3番さんっていうのは、1番さんが動かそうとしてるっていう発言、人外なら怖いっていう発言が、あんま人外っぽくないなと思ってるかな。2番さんがね、1番さんを印象いいって言ったんだよ。初週の段階で相方を印象いいなんてそんなにすぐ言うかなって思ってるから、1、2ってあんまないかなと思ってるし、1番さん単体でしょうかなと思ってるから。9番さんが8番さんの出現を引っかかな、9番さんが8番さんの出現を取らなかったのもすごい怪しいなと思ってる。7番さんは2周目って感じかな。はい、8番白ね、2番狼だから、2番つって。6番のプレイヤーは発言してください。はい、多分どこにもシーンにないじゃないですか。あと、私、役職使用しますね。2番さん多分スライドだと思います。以上。7番のプレイヤーは発言してください。うん、役すら。はい、役です。6番さん、8番さん、開示してね。8番さん、2番さんからは全く新要素が拾えず、8番さんの出現を1番は捉えたんですけど、4番さんがまたそこを1番を叩いてるんです。8番さんはめちゃくちゃ出現しましたからね。占いに新居を言いましたから。2番さんも2番さんで占いに関してはって最初言いましたからね。これめっちゃ出現ですからね。2番さんも占いに関してはっていう。占いに関しては自分占いじゃないのっていう。うん。そこ拾わないんですか ?3 番さん、4番さん。6番さんはみんな死んでないって言ってるから。まあ、あれですけど。はいはい、カリカリ。はいはい、6番さんは。はいはい、僕ちなみにハンターね。6番さんは、役言うてます。占いか占いだったら、はい、出てよ。
バレてるよ。いい新名はほぼ切ってるよ。バレてるわ。5か6の精査したいんですけど。このまま、占い1しろ。1しろ。バレテーラー。に行きますね。バレテーラー。え、全人が露出やん。バレテーラー。全人がありがとうね。全人が露出。ほら、すごいムーブ。占い1行って。ほら、すごいムーブ。8級の精査。ほら、すごいムーブ。それとも8級、つってかな。ほら、すごいムーブ決まった。256行く。ほら、すごいムーブ決まったでしょ。ただ僕は2の新名はないと思うんで、56が89占ってもらえばいいと思います。ほら、すごいムーブ出た。行きます。あー、ゆきんこちゃんよろしくね。楽しみだね。ゆこちゃん。のプレイヤーは発言してください。まず、七番さんに言いたいのは、5番は自分のことしろって言ってるから、返事が露出しない。5が9占う、9、6が9占う。関係ない。何が露出だから、そんな悩むことないから、順番さえ間違えなければ。よかったね。どう隠せるんでしょ、ベンチ外露出して、楽しいね。会から手つけるのか、占いから手つけるのか。9番対抗か。ちょっと神明を下げるような感じで発言してみたんですが、あんまり芯取れてもちょっと申し訳ないなと思って。レベルが違うんですわね。そっか、9番さん。つか、俺絶対芯やろ。まあ、占い師だったら2番の方が、それこそ出現チックなこと言ってたから、2番からでもいいかなって思ってる。まあ、白出してくれたのはありがたいけど。ただ6番が、ギリのギリまで役って伏せて聞いたのも気になるし、うん、5番が。役か陣がよ、紙一重ってやつね。2人とも役だったっていうね。6が1白でしょ。まあ、当てますか。まあ、2周目の発言精査だと思うけど、9番か。9番に関しては自分の発言拾ってなかったんだよね。うん、それがね、どういう感じの強調なのか。レベルが違うんですよ。まあ、順番どうでもいいか。村に任せようかなと思ってます。そこくらいかな。そんな精査する必要もないと思ってるかな。肉って。まあ自分初日釣られなければそれいいかなくらいに思ってるかな。8と1くらいでしょ。2、5、6で順番に釣って、ちょっと9番と勝負したいなっていうところはあるけど、っていう感じかな。です。以上。9番のプレイヤーは発言してください。8番さん、256ロラした後に8級の決戦の勝負でいいの？俺ね、新ロールワンチャンあるんじゃないかって思ってるんですけど、6番の出方が不自然っていうところですね。まあ、まず、258、はい、占い師出てました。3CO でした。はい、その局面で、まあ、正直、8に、どっちもちょっと新芽ないなって思ってました。はい。で、5の発言。5は、8の出現を拾わなかったら9が怪しいと。はい。では3、4はどうなんでしょう。どうなどなど考察から、ちょっと新芽が追えなかったんですね。で、ああ、ちょっと新っぽいのいねえなっていうところに6が出てきた。ああ。258の3、4の時に、2が人狼で、8の狂人から、出されたから、まあ、打ち返して、で、そうすると、広範囲に出てきた真の占い師っていうのを、潰す。初日に釣らせるっていう動きができるわけですよね。28が互いに白白で、っていうところでね。うん。で、まあ、そういう動きしてんのかなって思ったんですが、6がすごい匂わせたんですよね。エンドポジの6が。めちゃくちゃ匂わせて、まあ、役すらいるでしょと。ああ、言ってて。役すらいるのは普通やん。まあ、6、8あるかなっていうふうに今のところ思っております。はい。まあ、6の発言、また今日聞けると思うんで、今のところは、まあ、6、8が濃いかなとは思っているのですが、5、2で比べたときに、新芽がより、ない2の方に行きたいと思っております。1番のプレイヤーは発言してください。はい。9は偽じゃないですか、うん、6、8なんてあるんですか。そう、5は8白だから。2と5って8に白出してるんですよね。そう。で、9番目線6が偽なんですよね。そう。え、6、8あります？9番さん。そう。9番さん視点破綻してません？6、8で、あらゴムさん、でも2と5って8に白を出してますよね。うん。どういうことですか、9番さん。そう。この盤面って明らかに6残しで6に8の色見てもらうのが一番いいんじゃないですか。そう。まあ、6が9の色見るでもいいですけど。そう。明らかにその盤面なんですけど、9番さん。そう。
ラジブ256の順で釣り切って、6に8の色見てもらうだけでいいと思うんですけど。そう今のキューマさん明らかにおかしかったんでね。うん。まあ、と思ってるんですけど、9番さん。9番を釣って、2番を釣って、9番さんの中で、8が隠し色できるんだったら、8って何なんですか？8が真。9番さんで2と5に真がいるんですよね。2と5って8白出してるんですよね。9番釣り。で、2、5が、8が巨人だった場合、2、5、6の順列って、まあ、6が8の色見たら、おしまいじゃないですか。うん。っていうか、9が、ラストウルフに見えてるすけどね。うん。9番さん目線、6が偽だっつんだったら、新老老王しかないんですよ。8が強人で。うん。かな。そうそうそう。なんか私、おかしなこと言いました？ 2 から釣ります。2番のプレイヤーは、発言してください。なんでか、なんで俺からなんです。出現者。それもそもそも不当な問題で。なんで自分からなの？なんかひどくないみんな。うのを出たか？じゃあ自分が8から2白もらってたメリット、8から2白でもらってて、俺が占いで出る、あれって、なんていうのメリットって何なんです？じゃあなぜ俺が8に白をかぶせるんですか？意味がわからないと思うんですけど。ただ、俺は8、9は新強に見えてます。はい。なので、おそらく俺自分5、6釣り切ってもらえば終わると思うんですけど。確かに俺って発言が弱いからって新切られてるのかもしんないけど。うん、5、6、ロール。俺的には5、6釣り切ってもらえば終わると思うんだけど、なんで俺からなのかな。5、6、ロールはやばすぎない。ゴールクロローはやばすぎやろ、考えられないなと思ってるんだ。うのやろ、そんな。で、6番っていうのは、ゴールクロローは結局、グレーセンサーっていうのは一切してないんだよ。で、2、5、8全員偽だと思います。うん。それだけしか話してないのに、なんでみんな6のシーンを終えるのかなと。レベルが違うね。レベルが。確実なことですよ、これ。レベルで、9番っていうのは指定付けて起きていくから。だから俺、9番が強靭だと思ってる。じゃあ、8が死ん。うん。てか、俺は普通に占い釣り切ってもらえば終わると思うんだけど。俺、5、6番だったら普通に死ぬほどやると思うけどな。以上。3番。メタ入れてくる。のプレイヤーは発言してください。うん。なんか、ね、1、3、4ね、白角ってことでね。うん。ま、9番さんの方が偽じゃないかな。うん。2番さん釣り切ってもらってんなら、釣っていいかな。2番さん釣って、5番さん釣って、6番さん釣って、カリウドさんはもうなんなら今からね、守りたいとこちゃっとね、打ってほしいぐらい。なし？それ。うん。なし。ね、そこ守るか守らないからいいけど、うん。チャット打って、何守りって言ってね。もうだって、村しか守る。え、占い紙入んないでしょ？うん、もうかなりの確率でグッチョブ出せるんじゃないの？うん。釣り切、5、6って言うんだったら2番先を釣られてもらって、もう5、6ね、行って、あ、8、9番さんはね、白も、スムラ守ってくださいよ。あ、7番さん噛まれちゃうのか。7番さん噛まれちゃうか。そう、ごめん、そこまで考えてなかったわ。まあ、占い、2か5か行きますか。4番のプレイヤーは発言してください。はい。そうですね。まあ僕が疑った二人が村っていうね。ちょっとめちゃくちゃミスリードしてたっていうね。ただ3番さんはね、白くなかったですよ。3番さんだけは白くなかったですよ。まあね、てか1番さんに全部言われたんですよね。全部。僕が思ってることをね。まあ9番さんの視点破綻と、あと6番の腰の8占いっていうのがね、もう全部言われちゃったんで。2番さんはね、1番さんは占い室できるって言ってるんでね、なんか生存意欲、別に出さなくてもよかったと思うんですけどね。占い師釣り切るんだったら、クロスさせるかな。はい、2番釣りで、まあ5番は適当に占って、6番は絶対8番は占い。はい。8番の色を聞かせてほしいですね、6番さんにね、うんうん。はい。じゃあ2番さんいきますか。ちょっと追加してみないですけど。でね、
まあ、グレーの僕が言うのもなんですけど、グレーで隠し、あ、白なんですけど、8番、9番はセンスでいいんじゃないですか。はい。グッジョブを着たら名は増えますよね。はい。7番守りとか、そんな固定じゃなくて、僕センスでいいと思います。はい。うん、じゃあ、2番さん行きます。うん、5番のプレイヤーは発言してください。あのさ、2日で終わらせません?1 番さん、3番さん。4番さん、7番さん。2日で終わらせません?あのさ、うち8白って言ったよね。8白ね。8番白なの。8番白。で、2番さんが出てる段階で6番さんが占い師をして、26ロールだとは思えない。6番さんが占い師を出ると思わないよね。2番さんが占いで出てるのに。だから、9番狼。うち目線ほぼほぼ9番狼確定してるんだよね。わかるかな?あのね、てかね、これ発言、はい、発言最初が7番さんで、6番さんの発言最後だから、6番さんに発言持って帰るだろうけど、この人人外だから。だから6番さんの発言聞かなくていいから、うちの発言に従って、うちが進行するから、この村。OK? で、あの、8番さんしろって出てるから、8、9が進路確定なのよ。わかる?26ローローってないと思うの。6番さんが2番さん出てる段階で出ると思わないからね。だから26は新境。26は強老。ごめん、間違えた。26は強老で、89が新境だと思ってるのね。で、8番さんしろってわかるから、わかってるから、9番さん狼。これわかるよね。9番さん狼で、で、今日9番つって、うちが6人どっちか占えばいいのにね。占えばいいのね。え、わかるよね、これ。そしたら、2日で終わるの。占い神来るわけないから、打ち噛まれるわけないから。9番つって、8番なんて残せばいいんだよ。8番シーン確定だから。ほぼほぼ。だから9番つって6人どっちか占う、うちがね。これで OK。1番さん9番いけるよね。1番さん9番にしたと思ってるよね。9番いけるよね。2番さんもさ、8白って出てるんでしょ ?8 番、8、9が心臓の可能性あるでしょ ?2 番さん9いけるよね。1、2、9いけるよね。3番さんも9にしたと思ってるよね。3番さんも9いけるよね。4番さん8、9どっちにせってたかわかんないけど、9番いってくんない？9番ほぼほぼ狼だから。てかほぼほぼ、絶対狼だと思ってるから。で、うちが6人どっちか占う。で、白黒出たらもうわかるから。2日で終わらせようよ。OK。1、2、3、5で9いって、8番も9いって。6番のプレイヤーは発言してください。5番さんは本当に陣外の時って視点狭いですね。右脳だけでやってるんですね。2番さんも5番さんも対抗に対して真とか。ね。そんな出現してくれて嬉しいですね。私が9番と2番と、あ、ごめん、8番と2番と5番が3人出ている状態で、全員新目がない。一人はスライドが確定してるみたいなムーブをして、俺は訳しようって言いましたね。じゃあ私が狂人だった場合には、狼が二人、8番と9番が狩り、2番と5番が狼、占い師。この時点で私が狂人だったらやる意味を誰か言ってください。はい。じゃあ私が人外だったらやる意味を誰か言ってください。はい。あなたたちは勝手に出現してるんですね。8番に関しても、2番に関しても、5番さんに関しても。あと、8番と9番が進路を確定している意味を教えてください。2番さんには、8番、9番が信教で、5番、6番が進路で、5番、6番を釣り切れば終わる。5番目線では2日で終わる。その理由を言ってください。レベルが違う。はい。今日はどう考えても2番釣り。私が8番の色見ましょう。8番の色。はい。で、私が今考えてる考察はね、まあ、けど結構難しいかなと思ってて、6番で白が出た場合、で、6番って新居を確定するよね。6番、あ、ごめん、6番じゃないや。8番で白が出た場合。8番が白、白出た場合には新居を確定する。そうなった場合に、9番が新じゃなければ、9番釣れるんですよ。それが一番強いかなと思ってんだけど。あと、カルードに関しては、俺言っていいかな?8番さん7守ってください。で、9番さん、あ、ごめん、8番71どちらか。9番は34どちらか。いけますか?あなたたちの芯を取るんであれば私の進行に従うしかありませんよ。はい、8番が71、9番が34、今日は3つ目以上。投票を始めてください。ありえん!オラじゃないべ!8占いたくねえけどな。2番のプレイヤーが選ばれました。これ5強人なんじゃねえかな。2番のプレイヤーは発言してください。473に言っとくよ。言っとくよ。俺56番さんの発言には勝てん。
先に言っとく、加点。どうですか。あのね、じゃあね、てかね、多分ね、1347は多分6神とかって見てるかもしんねえけどさ、絶対6狼だよ。理由は？確実に狼だと思うよ。理由は？なんなのかね。理由は？うん。つか6級だった場合って俺出る必要性ないし、6、8だった場合には2番と5番が8そんなに俺って神明ない？そんなに神明ない？ってかまあ、俺、別に出現してるつもりはないんだけど、6番に言っておくけど。出現してる。5番も2番も、神って言ってるタイプ。考えられるわ。120秒の中で1回でも出現した場合には神切られるゲームなんだよ。何を落とせばいいのよ。だって8番は神、凶、どっちかでしょ？9番は神経量、全然神経量だって。噛んじゃった。神経量、あってんじゃん。神経量どこでもあると思うけど。5球量。いや、9番。まあ、ないんじゃねえかな。9番のあの発言ミスっていうのは狼っぽく見えないか。だから俺は8、9を神経量で見えたわ。白白だと思って。だから5、6、ロードなんじゃねえのって。違うかな。そんなもんね。5、6、ロードだった場合って6って相当締め取れると思うからさ。いや。ちょっと待って。5、強靭だろ、これ。進路だろ、8、9。対に。んちょっと待ってよ。だ5番強靭で白刺してんじゃね目を閉じてください。3周目で。占い師は目を閉じてください。8、9出んじゃない ?1 番もね、ほら、やっぱ出たよ。やっぱ出たよ。やっぱ出たよ。7残されんや。よし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 。よかったよかった。なんかね、俺今思ったんよ、さらっと。5番が8番黒だと思って8番に対して白打ったんじゃねえ。5番強靭、これ8で終わんじゃねえかな、ワンちゃん。9番神確定ね。9番神確定。なんかね、8黒出んじゃねえかなと思ったんだよ。これ2、8で終わるやん。え ?2 日で終わるやん。2日で終わるやん。28やん、これ。9番、長竹出現したし。長竹。朝が来ました。長竹。7残るだろ。昨夜死んだのは、4番。ああ、なんで長竹3、4で2分の1外したんか、お前。ダッサイやっちゃな、お前。5番のプレイヤーは発言してください。発言してください。9番黒ね、9番黒。あのさ、これね、9番さんやっちゃってるの分かるかな？あの、1番さん、3番さん、7番さんに説明しよっか。1番さん、3番さん、7番さんに説明するね。8、9が神狼って分かるでしょ？ 2 番さんがの神を切ってくれるのならば、8、9が神狼って分かるでしょ？ 8 番さん、9番さんが神狼、9番さんが狼なんだけど、6番さんの昨日の指定聞いてました。6番さんっていうのは、8番が7、1守り、9番が3、4守りって言ったよね。わかる ?8 番が7、1守り、9番が3、4守りって言ったの。6番さんは8黒って言ってると、言ってるけど、8番さん黒だった場合って、8番さん目線9番神だから、神の守り先の3、4を噛むと思う。わかります?これ、あのね、全人外露出だから、この盤面ってグッジョブ出たら相当強いんだよ。グッジョブ出たらハンターも噛めないし、ハンター噛んだらもう負け確だし、で、2グッジョブ出たらもう勝ち確ね?村勝ち確ね?わかります?人外目線噛めないことが一番辛いの。だから8級が進路確定した2番の進路を追わないのならば8級が進路確定した今6番さんが言った7、1守り、3、4守りっていうのが今ポイントになってきて6番さんわかります？多分6級かな。まあ2級もあるだろうけど普通にうち目線8番が白って出てるから6級どっちか占えばいいかなと思ったから9番あったけど9番黒ね。でしょ？進路でしょ？合ってるでしょ？8番が17守り、9番が3、4守りって言った中で噛めないのが一番やばいんだよ。そこで、9番が守るはずだった3、4が噛まれてるのはなんで ?9 番さんが狼だからでしょ？絶対噛めるとこを噛んだんだって、9番が。これ分かってくんないかな ?6 番さんが、なんでこんなことやったのって言ったけど、6番さんは、私が人外だったらなぜする？なぜこんなことをする？この発言が言いたかったからだけですね。はい、9番言ってください。ワンチャン終わるんで。終わんなかったら6番。なんで分かってくんないかな？なんで6番の発言にみんな流されたのかなって思ってるんだけど。これ分かったよね？7番さん、1番さん、3番さん。9番言ってね。絶対9番言って。6番。
まあまあ。のプレイヤーは発言してください。陣営はね、常に最後圧迫されると、右脳で喋りますわね。2番さんに関しては私のクリオソ。5番さんに関しては6級で繋がるロジック。2級で繋がるんだったら私は強靭。強靭で出る意味をゆっくりとロジックを組んで喋ってくださいよ。私は言ってるじゃないですか。私が強靭だったら、陣外だったら、8級がカリカリ出ている状況で、なぜ私が出てくるのか。2番と5番がどちらか真確定している状況で、なぜ私が陣外で全陣外露出の盤面を陣外で作らなくちゃいけないのでしょうか。私はあなたたちに言いました。8番と2番と5番が占い師で出た時に、3人とも神明がない。俺は薬師王。7番さんは分かったんでしょう。私の占い師が。7番さんにね、精査を伸ばしてもらいたいがために、占い師出ましたよ。もう全部2日まで潜伏してやろうかと思いましたよ。はい。そりゃそうでしょ。自分が死んだのに、3人出てきてんだもん。はい。5番さん、分かったよ。じゃあ今日9つ目よ。9つ目よ。で、7番さん、1番さん、3番さんに言ってくわ。9つ目て、8ってください。ワンチャン終わるかもしんない。2番が狼の時は。2、8があるから。はい。9番、真確定してるけど、そこまで俺の真身が見えないんだったら、9詰めて、8詰めて、5番さん最後やりましょう。あなた強靭だったら負けるからね。5番さんが強靭だったらね。強靭で8番黒が見えて、黒に白刺して8番を釣らせない行為。この可能性だって十分あるでしょ。この可能性しかないでしょ。2番、5番、8番さん。やりますか？私が陣外で出てくるメリットを教えてくださいよ。はい。別に最後まで残りたいとか、そういうこと言ってません。8、9、ロラしましょう、じゃあ。はい。私は8に入れます。7番さん仕切ってください。8、9、ロラ。これでいいじゃないですか。で、私と5番で戦いましょう。はい。ね。5番さん。いいでしょう。はい、以上。7番のプレイヤーは発言してください。あの、2世はほぼほぼわかりましたよ。でしょ？5番さんって、9位って終わらなかったら6って言ってるんですよ。うん、6番さんが、終わらなかったら6って言ってるんですけど、9番さんで終わるかもしれないって言ってるんですよ。6番さんがまず強靭に出るメリットは、ああ、そういうこと。レベルが違う。それはありえないんですよ、その考察は。レベルが違う。5番さん目線、6番さんも2番さんも強靭ではないんですよ。ああ、そうだ。なんでかっていうと、2番さんっていうのは8番に白って言うんですよ。うん、8番っていうのは2番に白って言う。うん、2番さんって8番に白って言う。これって、もしかして2番さん目線、8番が、あんま難しいと考えない。真の占い師かもしれないので。あんま難しく考えない。5番強靭だったら終わるから。8番に白を打ってるんですよ。強靭がすることじゃないですよね。5番さん目線2、6って強靭じゃないんですよ。わかりますよね。で、2番さんの新目はないんで、8番いきますよ、8番。ありがとうございます。8番っていうのは多分こう言うんでしょう。狼だったら、相方出てるのにスライドなんかしないでしょ。出ないでしょって言うんでしょ。はい、8番いきますよ。熊いいぞ。熊 !8 番いきます。村人熊、狼熊、はいはいはい、今回は村人クマ、いいぞ、クマ。もしも、今回9番が釣られて、僕噛まれたら、撃ちますよ、8番。おー。絶対8番で撃ちます。おー。これ新規曲の面白いところですね。クマさん目線、強靭がいないんですよ。道連れにするっていうね。わかりますよね。クマさん目線、強靭がいないんですよ。6番が強靭使用するメリットがまずない。あ、2番さんが強靭で、8番に白を撃つメリットがない。はい。クマさん目線は強靭がいないです。うん。クマさん目線、狩人に黒出したのがミスなんじゃないですか。あ、そうです。ミロクロールを追わした方が良かったと思いますよ。8番いきます。8番のプレイヤーは発言してください。5番さんが9黒、6番さんが自分黒って出たときに、6番さんの店は分かったんですけど、これって自分が真を証明するためにどうしたらいいのかなってずっと考えてて、昨日自分7番さん守りなんですよ。で、ケバさんが4番さん守りでしょ？っていうことは、自分は、1、3守れて、9番さんは、1、7守れるじゃないですか。だから2択、6番さんさっき言ってたみたいに、2分、どっちか守れみたいなことやっていけば、真証明できるのかなって思ってますけど、それってあんまりならないですかね。いいよ、別に俺と。現状6番さんが2捨てて、9番さんが黒って、ただ5番さんの真が思えなくて、そうなってくると俺2番さんが真なんですけど、発言的には2番さんの真っていうのは思えないですよ、正直。やばいです、この自分の心情。ただ、現実問題として2番さんが死んだなって思ってるんで、いや、わかんないですよ。5番さんが死んかもしれないし。これ、いつかで終わっちゃうね。下手したら。全然自分、まあ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 
9番さん行ってほしいんですよね。だったら。まあ、6番さんでもいいんですけど、9、6、どっちか。まあ、7番さんは自分釣りって言ってますけど、で、歌で、ね。さあ、ジョータケ。本気を見せろ。あの頃のお前を見せろ。ジョータケ。でも、女の子は、釣って、噛まれて、打たれて、一致。ジョータケはね、絶対最初にね、まあ、それでもいい。変な言葉使うから。あと、難しい言葉使うから。本当にはジョータケ白だから。勝てればいいけど。うん、見てください。まあ、仮で。いや、もう諦めたな、もう。勝てる？まず、ごまさん頑張ってくんないと負ける。ごまさん勝てるって、5番陣外なんだろ。まあ、ごまさんをきちんと見て9番さん釣り行ってほしいかなっていう感じですかね。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はいはいはい。まず最初に言いたいのは、初日でね、僕6、8とか言っちゃったんですけど、それ完全に5の占い先が8であることを失念していたがために、まあ、把握漏れしていたがために出てしまった発言だということをね、まあ、それ突っ込まれましたけど、それに関して申し訳ないと言いたいです。はい。で、5番さんが言ってましたけど、まあ、6番がね、3、4、5、9、7、8、7、5、8に守らせて、まあ、けどまだわかんない。で、4が噛まれてるから、どういうことかわかるよなって5番さん言ってたんだけど、そもそも、カリウとか、6の言うことを聞くかどうかも不確定。そうそうそう。で、なおかつ、そうそうそう、そういうこと。1、4っていうのは9が怪しいって、踏んでたんですよ、うん。はい。で、3番さんっていうのはそこら辺明言してなかった。はい。僕目線当然3番さん守りますよね。うん、そうですよね。はい。なんで、もし仮に6に従って、狩りを守ったとしてもね、別に、4が噛まれたから何なのっていう話。うん、はい。うん、小段さん、おかしいです。あなたの発言は。うん、って言いたい。で、まあ、5行きたいんですよ。5行きたいんですよ。7番さん。うん、ダメっすか？ 8 じゃ、まあ、8でもいいんだけど、でもそうすると明日俺釣られて、で、もしね、5、6が新郎ローだったらっていうところケアしたいんですよ。ケアしたい。それが怖い。は？で、8もさ、その、6に黒出されて、動きに合わせて、俺知りたいって言い始めたでしょ。それが怖いんですよ。やっぱり進路ローが若干匂ってくるんですよ。だから5行きたいんですよ。7番さん、ダメっすか？僕5投票しますね。何言ってんのこの人。のプレイヤーは確定陣が8やん。してください。はい。よろしくお願いします。何言ってんのこの人。現状6が死に見えてるんですね。5番さんっていうのは昨日の時点で9に投票するっていうのがまずありえない。なんで勝ちかないの ?5 番さん目線確定陣外って2と6なんですよ。そう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 。5番さん目線8、9の陣外、どっちにいるかっていうのは分かんない状態ね。言ってること分かりますね。なんで上田家そんなやつになった？ 5 番さん目線の確定陣外って2と6なんですよ。あんだけ上手かったのに。で、1、3、4が2に行くって言ってんだから、5番さん目線2に行けばいいじゃないですか。8、強陣になるやん。それが5番さんの2戦目。で、まあ別にね、6番さんが死に思えた理由っていうのは、ね、さっきの8番さんの発言で、8番さんが黒いと思ったから。うんうん、9より8の方が黒いと思ったからね。8番っていうのは2が死んだって言ったけども、2の死んだんて 100% ないと思ってて、うん、2って遺言で8番のことを、新京老どれもあるとか言ってるんですよ。2番って8番白出てるんだよね。それでなんで2番って8番は新京老どれでもあるとか言っちゃってるのかなっていうのは、さらにしてく2番の2戦目で、そこで8番が2番が死んだと思ってる。さらにとか言っちゃってるのに、8番って5番が死んだったら頑張ってね、とか言っちゃってるんで、8番目線の視点がブレブレだなと思ってるんで、8が黒かな。何にもしないのに勝手に黒くなるんだよね。で、6が死に見えてるかなっていうのがありますね。この2戦目を拾ってて、8の2戦目を拾ってて、9っていうのは視点破綻を起こしたけども、うん、じゃあ9が黒でその視点破綻を起こすのかって聞かれたら、もしかしたら微妙かもしれないですね。9っていうのは黒、5番の言うように9が黒だったら色が見えてるわけだから。そう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 。うん。うん。熱そうだ。96ですかこれ。96で9番が6、8とかで変な視点って起こしたんですかっていうのは見えないから。失言と視点破綻を起こしてるから。あっち行こう。3番。サブロー。のプレイヤーは、発言してください。サブロ。7番さん、8番さん、8行くの？サブロ。5か6行って、最終盤面でもよくないですか？釣り切って。だったら8、9、釣り切でも一緒やん。5番さんずっと9って言ってるもんね。まあ今日5番さんって6番さんも占うとこないのか。そしたら8は、1か3守れて、9は7守れるんでしょ？なので、ね、
上市かなり愚直出してほしいもんで、自分も5か6か、まあ今日は5番さんでいいかな。5番ね。うん、5番自投票したらもう。僕5番さん行っていいっす、大丈夫ですか、もう好きなとこ見に行ってもらっていいですか。3球が5に行くんだったら。つって6つって。6は1は8行くよ。8球生産みたいなの。8は5番行っちゃうの？自分いいなって思って。8は5番行っちゃうの？8は5番行っちゃうの、まあね、これ。え、だって6番行くじゃないの？ 8 番さん。自分5も釣り切りたいっす、自分。え、これ8行くんじゃないですか？これ。偽だって思って。さあ、投票で視点判断起こしますよ。投票を始めてください。ありえん。大神陣営。今じゃないべ。さらに視点判断落としますよ、これ。5番釣っちゃったら。3球が2票入りますね。8番さんどこに行くの？あなた確定陣外は9番。はい。もしくは私。5には行けませんよね、8番さん。釣られてください。8番さん。8が5に行ってんのもおかしい。五番のプレイヤーは発言してください。三番さん、七番さん、五番さんは九番にして、五番さんに洗脳されてるなって感じですね。なんでこれで打ち出しのわかんないの。六番さんっていうのは、六番さんっていうのはほぼ失言したと思ってますね。あと九番さんも失言してる、これはもう一番さんが拾ってくれる。六番さんの失言言っとこうか。六番さんっていうのは八球釣り切ろうよ。今日九番行ってもいいから、明日八番釣って、そしたら五番強人って言ったんだよ。そしたら終わるから、八番と九番を釣り切ったら五番が強人だと思ってから終わるって言ったんだよ。六番さん。七番さんも言ってる。七番さんは内目線の二番も六番も強人じゃないから、強人がいないって言ったよね。じゃあうちが強人ってことですか。じゃあなんでうちが強人でわざわざ三四目で。8番に白を出すの？ 8、2、5。またなんで3人目でうちが出てくるの？強靭で6番さん。この6番さんの発言ってほぼ失言って拾ってくんないのかな？なんでやねん。俺がなんで失言なの？何が失言なの？6番さんがうちのことを強靭というのならば、なんでうちは8球が、じゃあうちが強靭だとしたら8球が真の方だよね、うん、で、なんでさ、ね、うち8球どっち真偽分かってないのに、うん、なんで9番黒って打てるの？2番さんの芯が切られてる中、6番さんが8球どっちか占うって言ってるよね。それで2番さんの芯が切られてるんだよ、ほぼほぼ。黒隠し登録できちゃったらほぼ負けじゃん。サブローさんとかさ、そこ6番さんは、うちは強人、うちのことを強人と追った。これが失言と捉えられないならもういいかなと思ってる。てか、上達もなんでこれがわかんないのかなって思ってるかな。洗脳されすぎかな、普通に。1番さんも7番さんも3番さんも。何でもかけてない。何してんの？上竹何してんのこの人。なんでこの人9番の黒田さん、1番さん拾ったのになんでさらに8番行こうとするの？ 8 行けや、人外確定してんだから9名。なんで9番行けないの？さっぱりわかんないんだけど。なんで9番も5に行ってんだよ。おかしいだろ。8番さんのシーンわかるよね。17回りと34回りの話してよね。なんでそれがわかんないのかさっぱりわかんない。それはあるわ。9番さん噛んだんでしょ。絶対噛めるとこ噛んだんで。8番が狼なら4番噛みなんてリスクあることはしないから。ユキンコのパッションはすごいです。なおさん、プレイヤーは発言してください。噛まれてきましたね。一番さんが自分の発言で、偽音と捉えるなら、そこはちょっと訂正したくて、二番さんっていうのは自分のことを信教どっちか。で、九番さんを信、老、教どっちかって言ってます。どっちかっていうか、どれか、どれもあるって話をしてた。二番さん視点で自分が白出てるから信教で、九番さんは占ってないから信教、老、どれもあるよねって話をしてたから、二番さんが、俺に対して失言はしてない。なおさん残されても俺の信見えるでしょ。てるかで、まあ、こうなったり、どっちゃでもいいっちゃいいんだけど、ただ、まあ、九番さんもちょっとやり合って、たかったなって思ってるから5番さん行ってほしいっていうのと、まあ、自分の視点から言わせてもらうと、6が自分に黒出て2号が白出て2号が白出てますよ。で、そんなった時に、2番さんと5番さんって5、8だったら2番強人確定してるよね。どっちでもだって自分の視点ってあるんですよね。ただそう考えた時に2番さんよりも4C を確定してる状態でしっぽいかなって思ってその発言を残したかな。ただ俺キマさん強人だと思ったんで黒出たんかと思ったけど、ってなると、旧狼で、6、強人。進路を出しても、カリウドは対抗に投票するしかないよね。うん、6が強人で上に沿ってないと思うから。8、9、どっちもおかしいんだよ、投票値が。まあ、どの道俺、カリウド強くられなくても、まあ、6番と9番と戦わなきゃいけないから、ちょっと気合い入れなきゃなと思ってるんですけど。まあまあ、でも、5番何言ってくんねえかなって思ってるかな。また、まあ、明日の発言とか聞いても、また俺、釣るだったら俺、釣るでもいいしとは思ってるかな。くらいです。じゃあ2番何なの？投票を始めてください。じゃあ2番何なのってなるよね。ありえん！オラじゃないべ！2-8 なんじゃねえのこれ。新郎をやろうとして失敗したんじゃねえの単純に。2-8が新郎をやろうとして5番がなんか
生きりで出てきただけじゃないよ、狂人で。8番のプレイヤーが選ばれました。ほら、そうや、28で出てきた。ゲーム終了、村人の勝ちです。